のペンキを使ってまして、黒、白、赤、青、黄色、緑で描いてるんですけど、あの色を混ぜながら、あの自分の好きな場所に好きな分だけ乗せていって厚紙で押さえます。そしたらあのいろんな線が無数に出てくるんですよ。で、あの必要のないところを白で削ぎ落としていくというか、埋めていったら何ができるの、何が出てくるのかなって言われて、だくるくる回しながらあの描いていると何かが出てくるよという、そういうアートで、であのこの描き方してるとあのいびつな線とか不格好な形が出てくるんですよね。僕はあのアートで表現したいのは、太古の記憶を呼び起こしたいということで、ラスコードックス壁画とかも見ると結構形は不格好で、あのどんくさそうな形とかしてるんですけど、何かそこの不格好な形とかが線に癒されたりっていうところが僕はすごくあって、なんで綺麗な線も素敵だと思うんですけども、不格好だったり秘密っていう、そういうところに僕はすごく惹かれるので今この描き方をしています。はい、できた後にあのなんでこの絵が生まれてきたのかなっていうのを自分で考えるんですけど、これはなんかあのお花をあの守っているなんか鳥なんじゃないかなっていうふうに思っていて、あの自然の大切さっていうのをあの訴えかけてるんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。はい、あの後ろの方は見えなかったかもしれないですけど、あの今日はあのありがとうございました。Thank you.